神よ、私は死を恐れません。彼が19歳の時に描いたこの絵を見た時、22年間の熱量を探りたいと思ったの。死に急いでいるような奇妙な感覚から出る圧倒的な力が聞こえるんだ。まだ過去からの声は響いてくるか？一本のガラスにて塗り出して、あなたの悪魔の下になれるのは私。